みなたびチャンネル。よくね、まあ、質問中。恐竜、住宅類の仲間。おそらく、というか、間違いないです。あ、この石いいね。入ってるよ。化石何かわかるかな。うん。今もう化石叩いてんだよ。え？下から、上1000年前までですね、今から1億2000万年前の名前を別にするという名前がつきます。じゃん、発掘、化石を発掘したことを証明します。どうでしたか、はるさん、化石発掘。なんか化石に関する超能力をゲットしたいと思った。見つけるの難しかったよね。見分けるのがね、ちょっと修行がいるね、あれはね。でも多分化石いっぱい見てれば、すごくわかるようになると思うよ。ね、今も恐竜がいるっていうことが分かったよね。恐竜。鳥。帰ったらこの手羽先の指のとこ見てみようか。じゃ、何？鳥9000種類ぐらいいるっぽいけど、そのうちの5000種ぐらいはスズメの仲間らしい。なんでそんなこと知ってんの？YouTube でした。そうなんだ。総括。野外恐竜博物館に今日は行ってきました。はるとくんが将来化石を発掘する人になりたいって言ったので、速攻でここを予約して発掘を体験をしに来ました。はるとがね、そういうこと言うの珍しいんでね。で、はい、これ二枚貝の化石と巻貝、これわかんないな。これ巻貝の化石をゲットしてきました。これちゃんとケースに入れてさ、飾ろうね。お兄さん言ってたように、恐竜の化石を掘りたかったけど、化石壊したことは思い出になりそうだ。葉っぱの化石が壊したね。恐竜の骨は見つけられなかったんで、代わりにトリケラトプスの骨を買ってきました。ではまたねー。